はい、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。麻酔科、ここの大学病院で麻酔科の仕事と緩和ケアの仕事をしております栗山俊之と申します。今日はよろしくお願いします。で、まず前置きというか、麻酔科の人間というか麻酔科の医者なんですけども、なぜ緩和ケアをしているのかっていう話をさせていただきたいと思いますけども、麻酔っていうのは手術の麻酔のことなんですけども、遡ること約220年ほど前ですかね、花岡清舟先生が通仙さんという和歌山医大の学章にもなっていますマンダラゲという花を、朝鮮朝顔なんですけども、それを使ってですね、麻酔薬というものを作り上げました。これは全世界初めての出来事でした。それまで手術の麻酔っていうのは、手術っていうのはですね、麻酔もなく、もう患者さん痛がっていようが、暴れていようが、とにかく体を押さえつけて、で、病巣っていうんですかね、病変を切り取るっていうことをしていたんですけども、当然患者さんはその手術の傷の痛み、傷っていうんですかね、切られるわけなので、とても痛いんですけども、痛みで苦しみ、阿鼻叫喚ですね、泣きわめくとか、そんな状態で無理やり、羽交い締めにしてでも手術をしていたっていうのが、この花岡清舟先生以前の話だったんですけども、それではとても具合が悪いとか、患者さんも痛くて大変。医者の立場からすると、患者さんも動くし、痛がるし、手術にもならないっていうところもありましたけども、そこを何とかしたいということで、京都で勉強をされて、和歌山の名手ですけどね、名手に戻られまして、後継ぎだったんですけども、春林県っていう、清舟の里っていうところにありますけども、そちらの、実家に戻りまして、で、手術をするんですけども、それと同時に麻酔薬、花岡清舟の妻っていう、有吉沢子さんの物語もありましたけども、本当にその通りなんですけども、お母さんとか、奥さんとかにですね、花岡清舟先生が作ろうとする麻酔薬、人体実験をするわけなんですね。お母さんにもしますし、奥様にもします。で、本当はその人間に使う前にも犬とか猫にも、その花岡清舟先生が作った麻酔薬を与えて、本当に眠るとか、痛がらないかどうかっていうのを確認するんですけども、実際に麻酔をするには人に使わなければいけないよねっていうことで、お母さん、奥さんに麻酔をするんですけども、で、皆さんご存知だと思いますけども、奥さんに、通仙さんっていう、まだ試作品の段階の麻酔をしたときにですね、麻酔がかかったと。で、手術はしてませんけども、麻酔から目が覚めたっていうときに、目が見えなくなっていたっていう話は皆さんご存知ですよね。今の麻酔薬ではそんなことは決してありません。その時に花岡清舟先生が使ったそのマンダラゲの成分は今では日々の麻酔では全く使いませんので、皆さんその心配はないんですけども、その成分のせいで失明してしまったっていうことがありました。そういった悲劇もありまして、花岡清舟先生がさらに改良を重ねてやったところ、1804年のことだったんですけども、お父のがん、五条に住んでいた、高齢の女性の方なんですけども、それの手術の際に通仙さん、花岡清舟先生が、完成品として作り上げた麻酔薬を使って、手術をしたっていうのが全世界、初めての、偉業だったわけなんですね。これは本当に和歌山の中では、実は有名なことなんですけども、全世界では、あまり有名にはならなかった話なんです。どうしてかっていうと、花岡清舟先生はやっぱりなんていうんですかね、実は紀州のお殿様からですね、お殿様の獣医と、じいですか、として来ないかっていうことを要請されたそうなんですけども、私はその立派な服を着たいわけではないと、お金儲けをしたいわけではないと、立派な馬に乗りたいわけではないということを言いまして、地元に根付いた医療をしたいということで、名手の、病院、春林県というクリニックで日々臨床を重ねていった、日々の診療を重ねていったっていうことなんですけども、その作り上げた麻酔薬はお弟子さんに、一子相伝っていうんですかね、っていうことで、伝えられていったんですけども、日本には、通仙さんっていう朝鮮朝顔で作った麻酔薬は広がったんですけども、残念ながらっていうんですかね、40年後に、アメリカのモートン先生が、
ガスの麻酔薬を開発しまして、そちらで麻酔薬を、手術の麻酔をしましたと。そのことが、全世界に急に広がったと。花岡清舟先生と間違ってっていうんですかね。そのモートン先生っていう先生はいっぱいたくさんの外科の先生に手術の様子を見てもらったとか。あとは麻酔の方法、数タイプのガスの麻酔なんですけども、それをこんな風にして、ガスを吸うことによって手術ができるんだよ、麻酔ができるんだよっていうのを詳細に書き留めて全世界にこう出版されたっていうことがあって、1年後、2年後にはもう全世界に広がって、で、世の中の、世界中の先生が、こんな風にすれば患者さんに痛がることなく手術ができるんだなっていうことを全世界の先生が応用し始めたので、そこから麻酔と。患者さんの今まで苦しんでいた痛みを取ることができるんだっていうことを、広めたわけなんです。花岡清舟先生は地元で一子相伝でもう信頼できるお弟子さんに教えるっていうことで広げようとしたんですけども、アメリカの先生は、出版物によって広げたと。そこで、今の近代の麻酔。残念ながらですけども、花岡清舟先生の麻酔は今私たちがすることはないんですけども、アメリカで開発された麻酔の方を私たちは利用するんですけども、そういったいきさつで、患者さんの痛みを取るとか、苦痛を取るっていうことをやり始めたのが、麻酔の仕事なんですね。で、私が、話戻りますけども、緩和ケアの仕事をしようとするのは、患者さんの苦しみとか、痛みとか、そういうのを少しでも治したいな、取ってあげたいな、取りたいなっていうことで、麻酔科。やがては緩和ケアの道に進んできて、今ここに座らせてもらっています。ということで、今日はですね、その病気の話はほとんどありません。こんな風にすれば病気が治りますよとか、予防できますよっていう話ではなくて、いかに苦しみというんですか、辛さを和らげるかとか、いかにそのことを、お医者さんに言いにくいですよね。痛いんですよとか。がんの治療とか、いろんな病気の治療をしてるんですけども、先生、これ痛いんやけど、なんとかならないとか、薬もらったんだけども、気持ち悪くてとか、吐き気するんですよとか、なかなか言いにくいですよね。それだけではなくて、こんな重たい病気になって、先行きが不安ですよとか、気持ちが落ち込んでてとかいうのは、なかなか言いにくいとは思うんですけども、今日1時間、40分ぐらいの話になると思いますけども、そういったことを遠慮なく、私たち、あるいは医者に言いにくいんであれば、周りの接してくれる看護師さんでもいいですし、声をかけてくれる医療スタッフに遠慮なく言ってくださいねっていうのが、最終的なメッセージとしてお話をしようと思います。それではちょっと本題に入ろうと思います。で、皆さん緩和ケアっていうふうに聞くと、どんなイメージがあるでしょうか？皆さんよく私は緩和ケアの医者でとかっていうことで患者さんの前に立たせてもらうんですけども、よく患者さんから言われることとしては、もう私が治す手立てがないのかしらとか、もう看取りなんですか、看取りのための医療なんじゃないか、いや、ちょっと何をするのかわからないね、病気を治すわけでもないし、何をしてくれるんでしょうかっていうことをよく言われます。で、よく言われるのが本当に上の二つをよく言われますね。治す手立てがなくなったのでかしらとか。もう私死んじゃうの？と。そうではありませんよって話をこれからしていきます。で、緩和ケアとは、何ですかっていうのはですね、WHO という世界保健機関っていうところで、その言葉の意味を定められています。ちょっと大事なんで読み上げますが、緩和ケアとは、生命を脅かす病に関連する問題に直面している患者とその家族の QOL を痛みやその他の身体的、心理、社会的、スピリチュアルな問題を早期に見出し、的確に評価を行い対応することで、苦痛を予防し和らげることを通して、向上させる。向上させるというのは QOL を向上させるんですけども、QOL を向上させるアプローチ、取り組みですよっていうことを言っています。先ほど、お看取り医療なのかしらとか、手立てがないのかしらっていう話をしましたけども、世界保健機関 WHO というところは一切そんなことは言ってません。ただ、命を脅かす病ですから、この病気になったら死ぬかもしれないよっていう、病にかかった患者さんと、その家族の方を対象にするのはちょっと間違いないところではあるんですけども、緩和ケアを受けるからといって、即お看取りとか、手立てがないとかって、そういったことは一切関係がありません。
どうしても私がこう接する患者さんは、まあ実はがん患者さんがもうほとんどなんですけども、今日話をする、まあ内容としては、ほとんど、まあ、がん患者さんの、まあ、話にはなるんですけども、別にがんと、限らず聞いていただいても結構です。でですね、その QOL っていうのはそもそも、まあ、私たちよく医療従事者ですかね、医療者は QOL っていう言葉を使います。日本語に訳すと、生活の質っていうことを言います。これもまた言葉の意味が定まっているんですけども、これはちょっとなかなか意味がわかりにくいんですけども、一個人が生活する文化や価値観の中で、それぞれの人はそれぞれの価値観、私の価値観、お隣の方の価値観、前の方の価値観、何を大事に、生きていく上で何を大事にするか、どんなこう生活の背景があるのかとか、どんな環境で育ってきたのか、どんな体調にあるのか、まあそれぞれ違いますけども、それぞれの生活する文化や価値観の中で、目標とか期待、生きていく上での人生の目標とか、人生の中でこういったことをしたいなとか、あるいはその、価値観の基準とか、自分自身の関心事、まあそれに関連したこういろいろこう生きていく中での、認識とか、状況認識とかあると思いますけども、生きていく上の中での、状況に対する認識が良いかどうかっていうのが生活の質っていうふうに言います。私はこんなことを理想にしているんだけども、実はそんな風にもなっていないっていう風になると、その人にとっての生活の質はあまり良くないっていうことになります。もっと平たい言い方をしますと、まあ割とこう裕福な方とかであればお金がたくさんあれば、まあお金の価値観っていう風に捉えるんだとすれば、お金を儲けることが生活の質が高いっていう風に言うでしょうし、はたまた人生を楽しく過ごしたいんだよとか、趣味のことを楽しみたいんだよっていう人は、その人の収入がうんたらかんたらとかいうよりも趣味に没頭できるとか、そういったことの方が生活の質が高いっていうふうになります。生活の質が高いかどうかっていうことに関しては、その人の価値観がすごく大きく関わってくることになります。ただですね、話戻りますけども、大きな病にかかってしまいますと、その QOL っていうのがおそらく下がります。その下がる理由としては、まあ、体が痛いからかもしれません。痛くてこんなのじゃ動けないよとか、食欲が湧かなくてねとか、はたまた気持ちの方が沈んでしまって生活の質が下がってしまう人もいるかもしれません。心理、社会的っていうふうに書いてますけども、病気になることで収入が途絶える方もおられるかもしれませんし、はたまた何らかの医療費はかかるでしょう。お金の面もあるかもしれませんし、今までバリバリ働いていた方が、病気になってしまったことでバリバリ働けなくなるとか、その人にとっては仕事が生きがい、仕事がその生活の価値観であったところが生活が、仕事ができなくなるよとか、女性の方とあんまり男女を言ってはいけないかもしれませんけども、子育てが生きがいでとか、そういった方であれば大きな病気にかかってしまうことで、その子育てとか家のこととかがしにくくなるとか、スピリチュアルなことはちょっとまた、複雑な話なんで、ちょっと後回しにしますけども、大きな病気にかかることで、QOL が下がってしまうことが多いんですけども、その QOL ですね、生活の質が下がってしまうのを、なんとか戻そうと。なんとか、完全に戻るかどうかはわかりませんけども、なんとか、病気のせいで生活の質が落ちてしまったところを、なんとか戻すってことが、緩和ケアなんですよっていうのが、世界保健機関が言ってるところです。なので、お看取りだとか、治療の手立てがないとかっていうのが一切関係ないっていうのが、まあ、このちょっと文章から読み取れるかどうかですけども、っていうことをちょっとご認識いただければと思います。でですね、一昔、まあ、だいたい20年前、30年前、私、緩和ケアをしだしたの、取り組み始めたのが15年前なんですけども、その時には私は緩和ケアの専門家でみたいな話をすると、先ほどの話と同じですけども、もう手立てがないんですかみたいなことを言われましたけども、決してそんなことはなくて、まあ、がんの話になりますけども、がんと診断された時から緩和ケアを始めることが本当に多いんですね。がんと診断されるっていうことは、何かの体の不調で病院にかかって検査をして病、がんだと分かってるはずなんですけども、その時にすでに辛い症状というのがあると思います。お腹が痛くて検査をしてみたら、
大腸がんだと分かりましたとか、最近食欲がなくて、なんか吐き気があってとか、背中が痛くてとかで調べてもらったら、膵臓がんだと分かりましたとかっていうパターンもいっぱいありますが、もうその診断される時点で辛い症状が終わりだと思います。で、その辛い症状を辛抱しながら治療するのではなくて、辛い症状を和らげながら治療をすると、当然、治療をしようかっていう意欲、力が湧いてくると思います。吐き気でちょっと大変な中、抗がん剤を打つのは大変とかってなると思いますけども、それが少しでも和らぐことによって、もうちょっと頑張って治療しようかなっていうふうに思うと思います。あとはあなたがんですよっていうことを言われると、先行きどうなるのかなとか、いろいろ心配事があると思います。なかなか家族にも言いにくいとか、お友達も言いにくいとかいうことがあるかもしれませんけども、緩和ケアのスタッフはそれを、まあ、お聞きした上でどうするかっていうのはまたいろいろありますけども、お聞きさせてもらって、少しでも、その気持ちが和らぐのであれば、もう聞くだけに徹するかもしれませんけども、聞かせていただきます。で、お金の困りごととか、仕事の困りごと、もし対応できることがあるのであれば、ソーシャルワーカーっていうふうに言いまして、行政とかの橋渡しっていうんですかね。こういった、社会制度がありますよとか、こういった制度を利用すると、費用面について、負担が少なくなるかもしれませんね、みたいなアドバイスができるかもしれませんので、そういったことも対応させてもらいます。なので、お看取りとかいうその話ではなくて、治療する段階から緩和ケアをぜひとも利用していただければと思います。まあちょっと生々しい話になるかもしれませんけど、今、ご自身が、まあ、癌とか重たい病に治療されてるとか、身近で、親しい人がとか、癌で治療されてるとかいう方はおられますか？結構おられますか？それはあんまりないですか？ちょっと生々しい話が出てくるかもしれませんけども、がん患者さんが抱える症状としては、私たちは主にこの4つ、身体的な苦痛、まあ、体の症状、体の辛い症状とか、精神的な苦痛、心の症状とか、あとは社会的な問題、社会的な苦痛とか、先ほど話を飛ばしましたけれども、スピリチュアルな苦痛、これらの4つの苦痛があるよ。これは、イギリスの、女性の先生が、シシリー・ソンダース先生が提唱した全人的苦痛っていうのがあるんですけども、この全人的苦痛の説明にこれからなっていきます。で、体の症状。まあ、特に癌の病気になりましたら、やはり一番皆さんがお困りになられる体の症状としては、痛みです。皆さん、癌とお聞きになりましたら、痛くてのたうち回って死んでしまうんじゃないかと。そういったことをお思いになる方も、イメージされる方もおられるかもしれません。実際、癌の治療中の方の、まあ、進行癌で治療中の方の約半数の方が、どこそこかの痛みでお困りだということが言われています。で、あとは体のだるさ、しんどいと。食欲が湧かないよと。食べたとしても吐き気がしてしまってねとか。食べてもすぐ吐いてしまうんですよっていう方もおられます。病気になる前は、毎日お通じに、快便だったのに、まあ、病気のせい、病気の治療のせい、あとは本当は痛み止めによっても便秘になるんですけども、便秘になってしまってお腹が張って辛いよとか、まあ、その逆でもう下痢で、ちょっと食べたらすぐにトイレに走らないといけないんだよとかっていう方もおられます。あとは、息苦しいよとか、ちょっと動くだけでも息がしんどくて、もう大変ですとか、トイレに行くのも息苦しくてねとか、咳がたくさん出て、痰が出るんだけども、なかなか引っかかって出しにくいってねとか、あとは体がしびれますとか、体が動かないっていう方もおられます。今話したこと、全部辛い治療だと、辛い症状ですね。そういったことを、完全になくすかどうか、ちょっとあれなんですけども、少しでも和らげるようなお手伝いを緩和ケアはします。あとは、これは、ここに書いているのは、まあ、治療によるトラブルが多いんですけども、抗がん剤を打つことによって、毛が抜けるよとか、皮膚が赤みを帯びてしまってねとか、
あとは爪のトラブルとか、口内炎とか、味が変わってしまいましたと。手足が痺れますとか、熱が出ます、出やすいんですとか。ただ、抗がん剤によって、まあ、白血球っていう免疫に関わる、血液の成分があるんですけども、抗がん剤、がんの治療の影響で白血球が少なくなってしまって、ばい菌に感染しやすいっていうこともあるかもしれませんし、抗がん剤によって血小板っていう血を止める成分の血液の成分が少なくなりやすいんですけども、そういったことで歯を磨くと血が出てしまいますとか、ちょっとぶつけただけで、血が出て止まらないんですよとかっていう方もおられます。あとは赤血球が下がる。まあ、血の気が薄くなっちゃうってことなんですけども、血の気が薄くて疲れやすいとかいう体の症状もあると思います。これらのことに関しては私は緩和ケアの専門ですけども、これらの症状に関しては、癌を治療される先生の方が詳しい時がありますので、こういった、まあ、治療に関するトラブルは、癌を担当してくれている主治医の先生に相談される方が、まあ、ひょっとしたらいいのかもしれません。心の症状ですね。まあ、重たい病気にかかることによって、当然のことではありますけども、気持ちが落ち込んでしまいます。先行きどうなのかなっていう不安とか、夜もなかなか眠れなくて、いろんなことが心配事で眠れないっていう方もおられれば、痛くて眠れないとか、そういった方もおられます。一番下に書いているのは、まあ、専門というと、これは、私たちの専門用語なんですけども、皆さん、まあ、周りの方で言ったらちょっと生々しい話になりますけども、亡くなる前ぐらい意識はっきりしておられたでしょうか？なんか意識が朦朧として、眠る時間が多くなったなとか、あるいはなんか話をするんだけども、辻褄が合わないとか、なんか話が噛み合わないなみたいなことになってきた。体がしんどすぎると、頭までしんどくなってしまってですね、正常な頭の働きができなくなってしまうんですけども、亡くなる直前の話になってしまうかもわかりませんけども、亡くなる時期が近づくにつれて、頭もなかなか正常に働くなくなってくることがあります。このことを私たちの業界用語で、繊毛というふうに言います。まあ、こういった症状、精神症状、心の症状が出ることもあります。あるいは、重たい病にかかることによって、癌にかかることによって、まあ、先ほどの繰り返しになりますけども、お金の問題とか、仕事のこと。皆さん、身近な方で癌になったっていうことで、いきなり、辞表とか退職届出した方とかおられませんでしょうか？あんまりそんなことはしないでくださいねってことは最近言います。最近はですね、事業所っていうんですかね、会社の方でも、重たい病になったとしても、その、従業員をサポートして、雇い続けなさいよっていうことが行政っていうんですかね、お国の方から、雇い主の方にそういったことを、従業員が病気になったとしても、その仕事の地位を守ってあげるようにっていうことで政策が取られていますので、早まって自分で辞表を出してしまったら、ポッと、雇い主の方が受け取ってしまったら、もうそれで辞職になってしまいますので、まあ、そういう職業的な、ことでの悩みとかもあると思います。で、どこで病院、どこで治療を受けようかっていう医療の機会の問題。退院を勧められたんだけども、いや、お家で過ごすことができるのかなっていう問題とかいうのもあるかもしれません。これも医療の機会、療養場所の問題の悩み事もあるかもしれませんし、家族のこととか、あとは人付き合いのこととか。重たい病になってしまって、病気を隠して、まあ、コミュニティにまた戻られる方もおられますし、私はこれ、まあ、こういう病気でっていうことを、まあ、お友達に伝えて、またコミュニティに戻る方などもありますけども、いや、私それどうしたらいいのかなっていうこともありますし、まあ、例えば人工肛門をつけてみんなと一緒に旅行行くのに温泉に一緒に入ってもいいのかなとかっていうこともあるかもしれませんし、そういった悩み事もあるかもわかりません。スピリチュアルな問題っていうのはこれちょっとなかなか難しいんですけども、死ぬかもしれませんっていう病気にかかった時に、私何のために生まれてきたのかなとか、一生懸命仕事をしてきたのに、それって一体何だったのっていう、まあ、解決はしようのないんですけども、いう悩みが、まあ、生じます。死ぬかもしれませんっていう病気にかかったときに、
自分の未来どうなるのかなとか、親しい仲間とやはりとしたお別れになるのかも、とか、もうちょっと重たい状況になってしまいますと、自分の思い通りにことが進めれなくなってきます。痛くてとか、体がしんどくて、今まですぐそこのトイレまで行けてたのに、そのトイレに行くことすらままならないと。自分の思い通りに行かない。そんな状況で私生きてて、とかいう悩みとかもあると思います。まあそういった、悩み、苦痛に関わらせてもらうことも多くあります。で、具体的にどんなことをしているの？先ほどいろんな体の悩みとか心の、症状の話をしましたけども、薬を使いますとか、別に薬に限らず、私白衣を着ている、ものですけども、薬以外のことで、その症状が和らぐのであれば、そういったこともします。お話を聞くに徹することもあるかもしれません。社会的なことであれば、ソーシャルワーカーの協力を得ながら、サポートをさせていただきます。で、私はもともと、まあ、麻酔科っていう話もありましたので、痛みを和らげる、まあ、専門家でありますので、少しだけなんですけども、そういった具体的にどういった方法で痛みを和らげるのかについて、少しだけ触れさせてもらいます。まあ、一番、わかりやすい方法としては、痛み止めを使うですね。痛み止め。痛みがあるので、対症療法ですけども、対症療法として痛み止めを使いましょうね。後から薬についてお話をします。二つ目の方法なんですけども、かなり特殊な方法なんですけども、神経に、まあ、麻酔薬を打ち込む。局部麻酔薬っていう薬があるんですけども、局部麻酔薬とかですね、神経にダメージを与える、まあ、アルコールなんですけども、お酒のアルコールを神経に直接打ち込むことで、神経が麻痺し続けるんですけども、神経をあえて麻痺させることで、痛みを止める方法、かなり特殊な方法ですけども、そういった方法もあります。あとはですね、3番もよくやる方法、3番はよくやる方法なんですけども、痛み、そのもの、癌があるから痛いよねっていう話になるんですけども、その痛みを引き起こしている局部の癌を治療しましょうということもあります。今日は私の専門ではないので話はあまりしませんけども、骨に癌が転移、癌が骨に飛んでしまった。そこの、飛んでしまった骨がすごく痛いんですよっていう方がたくさんおられますけども、痛み止めを使って痛みを和らげるってことをしようともしますけども、一番、副作用が少ないっていうんですかね。聞けば一番有効な方法は、その、骨に移った癌に向かって放射線治療をすることで痛みが和らぐことがあります。こういった方法で痛みを和らげることもあります。私の専門は丸、1と2です。2は、まあ、あまり、たくさんの患者さんにすることはありませんので、1の話を少しばかしさせてもらいます。で、一番一般的な痛み止めなんですけども、私たちの業界用語で、非ステロイド性鎮痛薬って呼ばれる薬を一番よく使います。またの、私たちの業界用語では、英語の頭文字を取って、NSAID っていうふうに言います。NSAIDS って書いて NSAID っていうふうに言われます。具体的に言うとですね、一般の薬局さんで売ってる、痛み止めにも、数多くあります。いわゆる解熱、熱冷まし、消炎、炎症を鎮める痛み止め、鎮痛薬のことです。解熱、消炎、鎮痛薬のことです。3つの作用があります。熱を冷ます。腫れを鎮める。炎症というのは腫れなんですけども、炎症を鎮める。痛みを止める。セデス、あ、言っていいかな。セデスとか、ボルタレンとか、ロキソニンとか、市販薬の話ですけども、それらの薬が、いわゆる NSAID の仲間です。で、テレビの CM では、胃に優しいとかいうことを言いますが、裏を取れば、そもそもそれらの薬はもともと胃に良くないっていう薬なんですね。で、このお薬の注意点としては、胃潰瘍とか、まあ僕たちの業界用語で消化性潰瘍、胃潰瘍に限らず十二指腸潰瘍とかいろいろ潰瘍ってあるんですけども、それらの潰瘍が起こりやすいかもしれませんし、腎臓の働きを悪くしてしまうっていう副作用が
ありますので、そういった患者さんには、これら、本当に一般的な痛み止めなんですけども、潰瘍とか腎臓の働きが悪い方にはあまりお勧めはしていません。ただ、一般的に使うお薬なので、本当によく使う薬ですね。ロキソニンとかロキソプロフェンという、まあ、処方箋で書く薬では、そういった薬はよく使います。次、アセトアミノフェンという薬があります。コロナの、なって注目された薬で、商品名言ってしまいますけども、カロナールって呼ばれている薬です。ワクチンを打った時に熱冷ましとしてこれを飲んでくださいねって渡された白い薬がそれです。N セイドと似ている非ステロイド性鎮痛薬と、すごく似ている薬なんですけども、先ほど紹介した薬とよく似てるんですけども、炎症を鎮める作用がほとんどありません。熱冷ましと痛み止めに特化した薬です。で、この薬の特徴は副作用が少ないということです。コロナのワクチンの、熱冷ましとして使うだけあって、割と万人に渡すって言い方悪いですけども、まあ、いろんな方に使える薬です。なぜならば、腎臓の働きを悪くすることもほとんどありませんし、胃とか腸とかの潰瘍を作ることもあまりありませんので、割と副作用が少ないということでよく使う薬です。ただ、肝臓の働きを悪くすることがあります。大酒飲みの方とか、あとは肝臓に、まあ、癌の場合であれば、癌の影響で、まあ、黄疸が出てしまいましたとか、肝臓に影響が出てますとかいう方にはちょっと使いづらいんですけども、それ以外の状況であれば、とても副作用が少なくて使いやすい薬です。お子さんの熱冷ましにもよく使います。カロナールっていう商品名のお薬です。あんまり言ったかカロナールっていうお薬です。これもよく使いますが、ただまあちょっと一つ、めちゃくちゃいい薬じゃないかって、まあ、思うんですけども、錠剤そのものが大きくて、ちょっと飲みづらいっていう、まあ、欠点があります。熱を冷ますだけのカロナールであれば、ちょっとちっちゃくでもいいんですけども、痛みを取ろうかっていうカロナールは少しばかし大きいので、飲みにくいなっていうちょっと、デメリットはあります。で、三つ目に紹介するお薬が、いわゆる麻薬と呼ばれる、いわゆるです。まあ、あえて言いますけど、まあ、いわゆる麻薬と呼ばれるような薬なんですけども、私たちが業界用語、専門用語では、オピオイド鎮痛薬というふうに呼びます。この名前の由来なんですけども、アヘンって皆さんご存知ですね。ケシの花、ケシの、まあ、花の下にケシ坊主っていうのがあるんですけども、そこのケシ坊主に、もう言っていいかな。傷をつけると樹液が出てくるんですけども、その樹液をかき集めて乾燥させたものがアヘンっていうんですけども、このアヘンは、まあ、主成分がモルヒネですけども、このモルヒネは、効く部位っていうのが、オピオイド受容体っていう、私たちの業界用語ですけども、このオピオイド受容体っていうところにアヘンとかモルヒネが効きます。で、これに類似した痛み止めのことを、オピオイド受容体っていうふうに言います。働き方としては、神経に働きかけて、痛みをそんなに感じなくてもいいですよっていうふうに神経に働きかける薬です。熱冷ましの作用とか炎症を鎮める作用は一切ありません。で、先ほどいわゆる麻薬っていうふうに言いましたけども、まあ麻薬っていう言葉よく使いますが、これはあくまでも法律用語で、まあいわゆる医療用語とはちょっと違います。この麻薬っていうのは法律用語で麻薬及び向精神薬取締法っていう法律があって、まあ業界では麻醬法っていうんですけども、この麻醬法に指定されている薬のことを麻薬というふうに言います。鎮痛作用のある薬もありますし、鎮痛作用が一切なくて幻覚しかもたらさないような麻薬もいっぱいありますけども、医療用麻薬っていうふうに言って、私たちが処方箋を書いて皆様にお渡しする麻薬に関しては、安全性もしっかりあります。まあ、依存が全くないとは言いませんけども、正しく使う場合においては、依存とか、何て言うんですかね、変な副作用って変ですけども、そういったことがありませんので、私たちが処方箋を書いて飲んでいただく分には、
一切心配はなさらなくて結構です。依存してしまうんじゃないかなとか、やめれなくなってしまうんじゃないかなっていうふうに思うことはあるんですけども、お思いになるかもしれませんけども、そういったことは、お医者さんが、まあ、医師が処方する限りにおいては心配なさらなくて結構です。で、このオピオイド自鎮痛薬っていうのは、世界保健機関 WHO のがんの痛みをこういうふうにやらましょうよっていうガイドライン、手引き書があるんですけども、私たちのその使う WHO のがん疼痛治療の手引き書の中で、このオピオイド鎮痛薬ががんの患者さんの痛みを取るには中心的な役割を果たすよねっていうことが大々的に明記されています。繰り返しになりますけども、私たちがの処方箋で書く分において皆さんに使っていただく分には、精神依存、命を縮めることには一切つながりません。ただし、副作用はあります。便秘。おな、えー、ほんと便秘ですね。便が出にくいよとか、なかなか気張っても出にくくてとか、あるいは人によっては吐き気を催す方もおられます。とは、少し多めに飲むとですけど、多めに飲むと眠気を催すことがあります。なぜオピオイド鎮痛薬、麻薬に関連する痛み止めが、これらの副作用があるかっていうと、先ほど申しました。神経を鎮めて痛みを抑える薬ですから、お腹の神経を沈めてしまって、お腹の腸管の動きですかね、腸の動きがお休みになってしまって、便秘気味になるとか、腸がお休みになることで吐き気が催されてしまうとか、あとは働いていてほしい神経も静まりすぎて眠気が催されるとか、そういったことはありますが、適切な使用法において癖になるとか、命を縮めるということは一切つながりませんので、ご安心ください。最後になりましたけども、これらの緩和ケア、まあ先ほど痛みのことばかりちょっと言いましたけども、重たい病気にかかることによっていっぱい辛いことがあります。体の辛さ、心の辛さ、お金のことどうしたらいいの？皆さんのコミュニティに戻るのどうしたらいいの？とか、何のために私たち生まれてきたのだろうとか、そういった悩みとかいっぱいあると思いますが、じゃあどうすれば、その私たち、まあ私が緩和ケアの医者ですけども、そういったところに出くわすことができるのかっていうことなんですけども、まあ癌で治療されている先生方は、まあ先生によって、まあいろいろありますけども、あ、〇〇さんすごくこう、私が担当している〇〇さんすごく痛くてしんどそうとかっていうことが、もし先生が気づいてくれれば、私たちの方に〇〇さんすごく痛くて困ってるんですよっていうことです。直接主治医の先生が私たちの方に声をかけてくれます。ただ、その主治医の先生に気づいてもらうためには、やっぱり辛いですよっていうふうに言ってもらう必要があるかと思います。で、私たちのがどういう現場に出向いているかなんですけども、まあ一つ目、緩和ケア外来っていうふうに言いまして、癌の病気でしたら、外科とか内科で通院しながら治療を受けると思います。で、その、内科の通院の終わった後に、また緩和ケア、特別の外来がございますので、そこに通っていただく。まあ、そこに通うには、まず担当している先生に、いや、しんどくてねとか、これこれこういうことが痛くてね、緩和ケアを受けたいですよっていうことを言ってもらう必要があるかもしれません。2番目。緩和ケアチームなんですけども、癌の治療で手術を受けますよとか、放射線を受けますよ、化学療法を受けますよっていう事情で入院されることもあると思います。あるいはその治療中に体の具合が悪くて入院、予定外で入院しますっていう方も多いですけども、それらの、入院中に担当の先生が、〇〇さん、痛みで困ってそうですよとか、吐き気で困ってそうなんで見てもらえませんかっていうことで関わらせてもらう緩和ケアチーム。私は緩和ケアの医者ですけども、緩和ケアの看護師、薬剤師、ソーシャルワーカー、心理師などがおられます。これがチームになって、入院中のベッドサイドにお伺いして、緩和ケアの、治療っていうんですかね、緩和ケアのお手伝いをさせてもらいます。これは緩和ケアチーム。これも、何にしても担当の先生に言ってもらっての、話にはなっていきます。3番目、緩和ケア病棟。まあ、残念ながら、これ以上がん治療はできませんよと。なので、療養としてやっぱお家で過ごしますか？と。
という話が出てくる時があるかもしれません。いや、担当の先生から、お家で過ごしませんかっていうふうに言われたけども、こんなにしんどくちゃ家で過ごせないよとか、家に帰っても同じ年の、まあ、高齢の奥さん、旦那さん、そんな、二人暮らしなのに面倒を見てもらえるんだろうかっていう心配事とかいろいろあるかもしれません。そういった時に、何らかの事情でお家で過ごせないよっていう状況の時に、緩和ケアを専門に提供するための病棟も、この医大病院には、まあ、たくさんはないんですけども、少しばかりですけども、緩和ケア専門の病棟もあります。四つ目。これは和歌山医大、で直接は取り組んでおられませんが、街中には、往診の先生、クリニックの先生が、緩和ケアに長けた先生が、和歌山市内は特になんですけども、たくさんおられます。自宅で過ごしながら、家族の方と一緒に過ごしながら、家で過ごしながら、緩和ケアを得意とする先生がお家に訪ねてこられるとか、訪問看護師さん、街中には訪問看護ステーションっていう看護師さんのグループで開業されている看護師さんのグループがありますけども、事業所がありますけども、その事業所の方から、〇〇さんどうですかとか、あとは家で点滴をするっていうことも、その看護師さんが駆けつけてくれることで、家で点滴することもできます。家にいながら緩和ケアを受けることができますし、いや、家ではちょっとな、とかいう場合では、介護系の施設。で、その介護系施設に過ごしながら、往診の先生、訪問看護師さんなどが、訪ねてこられて、緩和ケアを受けることもできます。そういった在宅緩和ケアっていうのもございます。これで最後に、なりますけども、病気の時期。いや、早期の癌だから緩和ケアなんて早いよ。関係ありません。緩和ケア、先ほど4つの場面で緩和ケアをお手伝いさせてもらいますっていうふうに言いましたけども、そこのきっかけ、私たち、まあね、直接ご相談いただくというより、私たちがやっぱり関わるには、〇〇さんの病気の治療がどうなってるかとか、病気の具合がどうなってるかによって緩和ケアの関わり方がかなり変わることがありますので、まずは担当の先生、周りの医療スタッフの方に、私辛いんですよと、痛いんですよとか、吐き気が大変でねとか、食欲がなくてねと、気持ちが落ち込んでと、言いにくいかもわかりませんけども、それを辛いと打ち明けてくれるところから緩和ケアは始まります。なので、辛いということを抱え込まず、医療スタッフに気軽に相談してくださいっていうのが、私のメッセージとして、伝えたかったことですかね。はい。以上になります。ご清聴ありがとうございました。